はい、皆さんこんにちは、ロットです。今回はね、未開拠点重力が追加されたっていうことで、完全無課金編成でちょっとね、立ち回りを紹介していこうと思いますので、よかったら最後まで見ていただけると幸いでございます。はい。で、これ、ね、未開重力なんですけども、ちょっとね、貫通タイプがちょっと不要っていうかね、結構不利なんですけども、リクソンをね、2体編成しております。まあ理由としましては、まずボスが魔人で、この上のね、カシアが魔族っていうことで、ちょっとね、リクソンの魔族キラー M が刺さりますよっていうことで、ちょっと採用しております。はい。で、リクソンがね、2体ちょっとね、積むのがちょっときついっていう人は、まあ1体でもね、全然強いので、ね、そこはちょっと自分の持ちキャラとかと相談して、まあ1体やら2体、まあ編成しておくといいですね。はい。で、このクエストのコンセプトしましては、まあ自分のね、HP が多ければ多いほど、まあ攻撃力が上がっていくっていうシステムとなっておりますので、クロスグロード後にね、発動するハートパネルをうまく有効活用しつつ、敵にね、ダメージを与えていくと、効率的にね、与えられます、ダメージが。はい。で、第2ステージもまず、クロスグロザコをね、優先的に倒します。はい。で、クロスグロザコをね、倒すと、まあ、ステージが安定して、カシャドクロがね、倒しやすい位置に行くといった感じでございます。で、これがね、リクソンのターンだと、まあね、ワンスラッシュで倒せるという感じになりますので、ね、カシャドクロも倒しやすいというメリットですね。まあ、カシャドクロに関してはね、敵が魔族なんですけども、キラーのなくてもね、ワンパンはできるのでね、そこはキラーはあんまり関係ないですね。貫通タイプの特権ですね、ここら辺は。で、ここの注意点としましては、まずね、次のステージ、貫通制限がね、初っ端、貫通制限処理しに行かなければならないので、リクソンスタートしてはダメですね。なので、リクソンでここは突破して、次にアラミ玉のターンにするといいです。はい。で、3P のリクソンで突破するといった感じでございます。はい。次のね、4P のアラミ玉の位置がいいので、ここでね、突破するとベストっていう感じですね。まあ、ここね、アラミ玉とかのね、配置もうまくしつつ、できればね、一番いいんですけども、まあ、全然下でも処理はしに行けるので大丈夫です。で、ここね、横でアラミ玉は処理しに行きます。はい。で、クロスドクロ倒すとハートパネルが展開されるので、これはね、うまく有効活用しつつ、まあ、ステージ暗転後にね、まあ、ボスと、ホーミングザコにうまくダメージを与えていこうっていう感じですね。で、このホーミングザコなんですけども、結構痛い攻撃してくるので、必ずどっちか1体は倒すようにしてください。まあ、できればね、どっちも倒すのがベストなんですけども、1体倒しておくとね、少しでもダメージが抑えられるのでね、2体残しておくとね、ほぼね、死んでしまうので、確実にどっちか1体を倒すようにしてください、最低限でも。はい。で、ここはうまくね、ハートパネルをうまく利用効果活用してという、リクソンのね、キラーで、殴っていきます。はい。で、ボス戦でございますね。29ターン結構ギリギリでしたね、クリアした時。はい。で、アラミ玉でこれですね、下にブーツがあったのでね、まあ絶対いけると思ってね、うまくこういう感じの角度でいきました。だいたいね、15度ぐらいで打つとうまくいきます。20度ぐらいからね、つけてしまうと結構ね、貫通制限通り過ぎちゃってね、あと1体倒せねってなってしまうので、でいいだけね、ちょっとと気持ち薄い角度でいくと、まあ割と処理はしやすい感じですね。はい。で、これもリクソンのキラーをね、うまく活用して、ボスにダメージは出てます。痛いですね、火ダメが。これ本当にね、編成するときは大体、まあリクソン1本外して、なんかね、レーザーストップのキャラとか入れるといいですね。まあコラボキャラ今回入れてないんですけども、まあ、コラボだとライナーとか、めちゃめちゃおすすめですね。あれ確か SS で自強化して防御力も上げられるので、めちゃめちゃおすすめですね、ライナーとかは。はい。なのでライナー持ってる方はね、全然リクソン1本抜いてライナーとかも全然安定をすると思います。はい。アラミ玉もね、レーザーストップ持ってるので、まあアラミ玉はレーザーストップ2体入れて、まあ少しでもね、火ダメを抑えていこうという感じですね。本当にレーザーストップね、4体入れないとめちゃめちゃきついんでね、レーザーストップは必ず2体以上は入れるようにしてください。はい。これもね、ハートパネルうまく利用しつつ、まあね、ザコを殴っていきます。
基本ね、この反射印はレーザーストップ入れてれば、まあ無視はしてもいいんですけどもね、アラミ玉のね SS 打つ際に結構邪魔になってしまうので、処理しておくとね、まあ火ダメももちろん減らせますし、まあ倒すことには越したことはないですね。これもね、まあハートパネルをねうまく有効活用 していきたかったんですけども、ちょっとね横顔めちゃめちゃ下手くそでね、上がり気味でね行ってしまいました。でここでね確実に、まあ、反射印は倒してっていう感じですね。はい、ここで倒していきます。はい、で次もねオツの攻撃が痛いので、だいたい右上の攻撃でメテオが降ってきて、で左上の攻撃で、ね、レーザーが飛んでくるので、まあそこまでにはねうまく回復しつつ HP 管理でもね怠らないようにしてください。はい、でここねちょっとアラミタもね見捨てしまったんですけどね、うまくね回復することができましたと。まあ、まずね第一に考えることがね、回復することをねまず考えてください。この促進に関してもこれ今1位でプルプル震えてるんですけどもね、まあね味方が4体ぐらい離れてればね、密着していなければね即死には至らないので、まあ本当に配置できそうな時はね本当にまあHP 管理しつつ、まあね配置しておくのも、まあ、一つの手段ですね。はい、これもねまずクロスドクロを倒します。でここはねちょっと貫通僕入れているので貫通タイプでね処理しに行くのがベストだったんですけども、次はラミ玉のターンだったんでね、まあ気合でねガシャドクロをやりに行きましたと。はい、でアラミ玉ですね次。でここね割とボスには割と優しい方なんでね、壁貫しつつヒーリングオール使ってまあダメージ出せるので、割とねここは優しめでしたね。問題なのはラスゲなんでね、本当にめちゃめちゃ難しいラスゲ。はい、まあレーザー飛んできて、あと回復しつつボスにダメージを与えていくっていう感じですね。ここ本当にね周りに雑魚もいなくてめちゃめちゃねダメージを出しやすいっていった環境でしたね。こういう感じでリクソンねダメージ出して、で次のターンもリクソンでね確実に突破してください。次もね貫通制限確実にショーターンで処理しなければいけないので、アラミ玉開始にしてください。多分ねボス第一ステージの貫通制限の処理が多分一番難しいかな。ここはなんかそこまで難しく感じなかったですね。はい、ここもまずショーターンで貫通制限の処理をしに行きますと。はい、でここなんですよ、この暗転後なんかめちゃめちゃ難しいんですよね。ここの暗転した後まず優先して倒さなければならないのが上の貨車ですね。これね倒さないと死にます。はい、下の攻撃でまずあれかな、スクランブルレーザー打ってきて、左の攻撃でねめちゃめちゃ痛いホーミング攻撃打ってくるのでね、確実にできれば2ターン以内、最低限3ターン以内に倒すようにしましょう。ここねリクソンのキラー生かしつつ、まあねできるだけダメージ、2ターンではね倒せなかったですね。これはこれスクランブルレーザーめちゃめちゃ痛いんですよね。はい、で次でね確実に倒さないとこっちが、まあ、ゲームオーバーになってしまうので、確実にね貨車の弱点を切って倒しに来ました。基本ね反射印の攻撃はそこまで痛くないのでね、レーザーストップ入れてれば。はい、でここはまずね速度の速いアラミ玉でハートマネルをうまくできるだけ多く踏んで左の反射印を倒しに来ました。もうちょっと回復したかったですね。ちょっと心配なんで見てもですね。はい、でここもうまくね回復しつつ、次ね全属性全敵レーザー、ロッコンレーザーかなが飛んでくるので、まあ、できるだけね回復しつつ、まあ、雑魚にダメージを与えていくという感じですね。はい、全属性レーザーですね。今ねうまくねアラミ玉がねセーブしてくれたので良かったです。はい、でこれもリクソンで、はい、迷ってございますね。はい、でこれ横下がりで回復、ハートパネルうまく踏んでできるだけね雑魚にダメージを与えていくっていう感じですね。もう本当にね回復してボス殴る、回復してボス殴るっていう、まあイメージですね。全体的には結構接戦でしたね。はい、反射印がなかなか死なないんですよね。でここでアラミ玉を打ちました。もう次ねターンがないので
配置も結構厳しかったのでここで打ちました。 できるだけね弱点殴れるような角度でいってうまくね弱点殴ってダメージを出していきます。で、アラミ玉の SS を打つ際なんですけども、触れた味方の数に応じてね攻撃力が上がる仕組みとなっておりますのでね、まあ本当にね確実に3体に増えるようにはしてください。ここはね次ねエリクソンで削れそうだったんでアラミ玉でねフル回復してリクソンでね確実にダメージを出していくっていう感じですね。アラミ玉で回復してリクソンで火力を出すっていう感じですね。まあこの編成の場合は全然アラミ玉で火力出せそうな確実にね火力出せそうな時はアラミ玉で出してもいいんですけど、まあできるだけねスピードの速いアラミ玉で回復してリクソンでねまあ殴るといった感じですね。はい、以上でね完全無課金編成の立ち回りは以上となります。